これはなんていうところだったっけ、ローストビーフの店、店鎌倉山ロースト、ローストビーフの店鎌倉山本店。お、これがなんていうか前菜になりますね。はい。で、コースによってちょっと違うんですけど、3番目のコースの方が、まあ、黒い大きな貝、こちら平貝ですね。これは一緒なんですね。で、アワビのお刺身に、白ミル貝、ホッキ貝、マダイですね。とマダイのお刺身です。はい。で、5番目のコースの方が、そこに伊勢海老のお作りですね。が飲みまして、あとはこの空いてる青いお皿の方には今もう一品温かいものをご用意しておりますので、まあ出来上がるまで冷たいものを楽しみます。あとは伊勢海老と以外はその違いはないんですね。前菜は。あとは全部一緒なんですね。あとはこの焼き物が少し変わってきたりとか。あ、これはホッキ貝。この黒い大きな貝は平貝です。あ、平貝。伊勢海老、アワビに、白ミル貝ですね。白ミル貝と。マダイのお刺身で、何を何につければ、これカクテルソースは一般的にシュリンプカクテルとかに使うトマトベースのソースなんですけど、貝類に合いますので、お好みでお醤油とわさび使い分けてください。で、これがお醤油で、これポン酢なんですか？こちらポン酢ですので、今温かいものを作ってますので、そこに使うものですね。なるほど、わかりました。カニスプーンついてますので、今日はタラバガニご用意してますね。はい、ありがとう。いただきます。で、こちらにお箸ご用意しております。はい。ですね。これ伊勢海老のブイヤベース。はい、こちらで。生きてる。それはここなんていう湾だったっけ？どこで取れるもんですか？これはまあ今大体千葉とか房総半島ね、やっぱりこれもやっぱり今だいぶ数が貴重になってきてるんで、やっぱりいろんなところから来ますね。おお、これはすごい勢い元気だ。本当に鎌倉エビって言われるぐらいなんで、鎌倉で取れたものをね使いたいんですけど、もう今絶滅に近い、もう数が取れないね、ないんで、やっぱり江ノ島とかの伊勢海老屋さんとかに行ってももうほとんど取れないんで、やっぱり築地から持ってきてるってああ、そうなんですか。こういうような、個室っていうか王室っていうのかな。個室っていうのは個人の子だ。ああ、そういうこと、小さいっていう意味じゃないのね。で、こんな感じでディナーをこれからいただきます。ありがとう。こちら本日のメインディッシュですね。ローストビーフ、ヒレかロースお選びいただけますが、いかがいたしましょうか。何がおすすめですか？まあどちらもおすすめなんですけど、だからあとはお味の好みなんですけど、やっぱこうサシが効いて濃厚なお味がお好みであれば、やっぱりロースで、サシは入ってることは入ってるんですけど、あんまり比較的さっぱりとしてお味がしっかりしたのがお好みであればヒレというような感じですね。まあこっちの方がなかなかやっぱり珍しいっていうか、量はこっちの方が出ないんですか？いや、ヒレも量的に言うとやっぱりこっちのヒレの方が少ないっていうのはありますかね。大体こっちで 130g 前後で、こっちが140から150、手作業なんで若干ちょっと前後しますが。おすすめ、ここの名物っていうのはどっちになるんでしょうか。やっぱりオーナーとしては。やっぱりヒレ肉にはなりますかね。じゃあそうさせていただきます。あ、ちなみに本日のこの肉っていうのはどんな肉ですか。それ一番感じの。本日の肉は宮城県産です。宮城県産。はい、楽しみです。ありがとう。切っていただいた鈴木さんがこれから用意していただくローストビーフのヒレ肉ですね。そうですね。見比べていただければわかるかと思いますけど、バンガーの大きさが全然違うんで、ヒレ肉の場合はこうやってご予約オーダーを承ってからカットして焼き上げます。そうですね。わかりました。ありがとうございます。はい、いいです。タラバガニ。はい。少し炭火で香ばしく焼いて、一旦蒸し上げてから。タラバガニっていうのは北海道アラスカの方ですね。おお、そうかそうか。キングクラブなのかな。はい。ありがとう、いただきます。タラバガニ、炭火で焼き上げてまいりました。でそれはレモン絞ってこれにすだちポン酢お好みなんですけど、タラバガ自体こうお味があるんでそのままでも結構ですけど、まあ、お好みでお使い分けになってください。なるほど、はい、ありがとうございます。なんですか？フォンドラのソテーでございます。リンゴを使わせてください。ソースはフランボワーズソース、少し甘酸っぱいソース。ご一緒にお召し上がり。ありがとう。こちらのパンですね。お手前のフランスパン、オリーブオイルご用意しておりますので、そちらの方で。バゲットね。これ下げてもらいます。はい。ついた内航空ございますので、ご利用になってお召し上がり。ブヤベースね。伊勢海老の。はい。またローストビーフの焼き身ですね。西洋あさりですね。こちらご用意いたします。西洋あさり。ホースラディッシュ。ね。ホースラディッシュ。そうやってやるんだ。楽しみです。来た来た来た。おお。メインイベント。ヒレ肉のローストビーフ。ローストビーフっていうのは鈴木さんが先ほど説明した通り、いや要はちょっと蒸すグリルしてから蒸すんですか？それとももうまずフライパンでこう周りをしっかり焼きつけてお味を閉じ込める壁といったら大げさですけど、香ばしくパリッと焼くことによってまず肉汁を閉じ込める壁を作ります。それで中温域で蒸し焼きすることによって余分な油と雑味を落としてうまみを凝縮するというようなイメージで、はい、ヒレ肉、宮城のヒレ肉のローストビーフにこれはフォアグラのソテー。ソテーです。はい。メイン。同じフランボワーズソース、甘酸っぱいソースとリンゴの付け合わせですね。ありがとうございます。で、ソースですね、2種類ございまして、和風のガーリック醤油ソース、洋風のグレービーソースなんですけど、当店グレービーソースはコンソメタイプみたいにさっぱりしたおソースになります。うん。いかがいたしましょうか。じゃあ普段はよく和風スタイル食べてるので、この洋風の方で、はい、はい、かしこまりました。で先ほど申し上げましたようにコンソメタイプですごいさっぱりしたおソースなので、もし物足りないと感じたら真ん中のお塩、もしくは後でお盛り付けくださればお醤油かけることもできますので、おっしゃってください。わかりました。でもこれグレービーって言ってもよく洋風のグレービーって言ったらもっとこう。そうです。ね、濃厚なおソースなんですけど、これはあっさりした感じ。やっぱり英語クラスならやっぱりお肉使ってるので、本来のグレービーソースだとどうしてもお肉と喧嘩しちゃうんですよね。ソースの方が香りとか勝っちゃうんで、それであえてだからコンデンスしたコンソメタイプのおソース使ってます。はい。でこれはじゃがいもの上サワークリームとブルーチーズ合わせたもの、お好みですがお乗せいたします。ぜひお願いします。ベイクトポテトね。はい。あとはお手数ですが何かありましたらこちらボタンを押してください。参りますので、はい、ありがとう。でこれ今お持ちしたのはレモン味のシャーベットなんですけど、ちょっとデザート前にお口の方をさっぱりしていただきます。はい、ありがとう。でデザートの時にコーヒーこちらご用意いたしますので、お好み焼きのコーヒー、お二人のコーヒー、はい、来た来た、カートが来た。おお。こういう感じで個室です。これローストビーフの店ローストビーフの店、鎌倉山本店。ではこちらですね、本日の食後のデザートでございます。まずこちらがですね、栗の渋皮煮を使いましたケーキです。こっちおいで。で、周りは栗の甘露煮でコーティングしてまして、中に甘露煮が入ってます。栗の何ケーキ？渋皮煮のケーキ。で、周りが栗の周りに包んで、これですね、この上で。で、周りは甘露煮をペーストにしてコーティングしてまして、中にも甘露煮を砕いたものが入ってます。で、柿とサワークリームのケーキですね。で、お抹茶と小豆の和風のケーキで、鎌倉山のオリジナルのチーズケーキで、まあ、お土産でも販売してるんですけど、プレーンの味なんですけど、今日ちょっとこちらの戦争糖でキャラメリーゼいたします。で、蜂蜜で甘みをつけたプリンに、リンゴの赤ワインにコンポート、洋梨のタルトでございます。うわ、全部うまそうだね。この中から気になるものございましたら、組み合わせいたしますので、いくつ選べる？まあ、3つでも4つでも、もしあ、そうお腹の柿とはい、チーズケーキとプリン、ちっちゃくちっちゃいのをかけたチーズケーキとプリンです。はい、この柿のケーキうまそうだな。外から見たら なんかあんまり中が見えないから何とも思わなかった。こうやって見たら美味しそう。はあ、じゃあ私は、はい、栗と、はい、これなんておっしゃってました？お抹茶と小豆ですね。抹茶と小豆。はい。とこれは梨ですか？洋梨のタルトですね。洋梨タルト。じゃあ、まあ一応バラエティのためコンポートはいらないよね。うん。どう見るね。あ、どうぞ、コーヒーですね。ありがとうございます。いただきます。